大奥最大のスキャンダル、江島生島事件。こんにちは、なでしこです。今回ご紹介するのは大奥一の大スキャンダル、江島生島事件です。江島生島事件とは一言で言ってしまうと、江戸時代に起こった大奥女中の乱行事件です。大奥の女中たちは基本的に江戸城の外に出ることは許されていませんでした。まれに用事があって城外に出ることはありましたが、やはり不祥事が起きやすかったようです。六代将軍徳川家宣の側室である月光院に仕えた大年寄りの江島が、当時有名な歌舞伎役者だった生島慎五郎との恋愛沙汰が露見して罪となりました。その背景には大奥での正室や側室、大名や老中などの派閥争いがあり、江島はそれに利用されスキャンダルをでっち上げられたと言われています。今回はそんな大奥最大のスキャンダルと伝わる江島生島事件についてご紹介していきたいと思います。歌舞伎役者に夢中になり門限を破る。大奥には厳しいルールがあり、そのルールはたとえ将軍であっても厳守しなければならないものでした。江島生島事件のことの発端は、大奥女中である江島が江戸城の門限を破ってしまったことでした。この大スキャンダルの渦中の人物である江島は、大奥の事実上のトップである大年寄りにまで出世した優秀な女性でした。江島は甲府藩主の娘として生まれ、徳川六代将軍家宣の側室であり、七代将軍家継を生んだ月光院付きの女中として大奥に入りました。江島は奥女中として重用され、お年寄りまで上り詰めたのです。ところが1714年、月光院の代理として徳川の菩提寺である増上寺へ参拝に出向いたことで、彼女の運命は狂っていきます。月光院は七代将軍の聖母であるとはいえ、江戸城の外へ出ることを厳しく制限されていました。そのため月光院の代理として菩提寺へ参拝する代理人が必要だったのです。そこで白羽の矢が立ったのが、月光院から厚い信頼を得ていた江島でした。そこで江島は月光院の代理として寛永寺と増上寺を参拝するのですが、参拝を終えた江島はすぐに江戸城には戻らず、呉服御用達の商人と合流し歌舞伎鑑賞に出向いてしまいます。幕府要人が着る呉服を仕立てておろす御用商人が、大奥の幹部女中と恋にするための大掛かりな接待だったようです。江島をはじめ、お中老や荷物運びの男性役人ら総勢100人を超える人が揃って歌舞伎を楽しんだといいます。感激後には茶屋で宴会も催され、江島はしこたまお酒を飲み、その席には鑑賞したばかりの芝居の役者生島慎五郎も呼び出されて参加していたようです。生島慎五郎は歌舞伎役者で、柔らかみのある芸風で濡れ事、八つ仕事、丹前を得意とし、女性たちからかなり人気があった役者だったようです。恋を白いと紅の下着で演じる彼の濡れ事はかなり情欲をそそるものだったとか。江島たちは宴会に夢中になっているうちに、大奥の門限である午後6時を過ぎてしまったのです。城に帰ったものの、もちろん大奥の玄関口は閉じられています。そこで江島は門番と押し問答になりますが、なんとか通してもらえたものの、騒ぎが知れ渡るのは時間の問題でした。大奥の厳しいルールを破ったこと、そして感激した芝居の演者がかなりの人気者だったことから、大問題へと発展していくのです。密通の咎で尋問を受ける。門番との押し問答があってから20日ばかりが過ぎた日、江島は取り調べの容疑ありとの理由で拘禁状態に置かれます。その容疑は密通です。お相手は歌舞伎役者の生島慎五郎でした。将軍の聖母付きの奥女中がよりによって身分の低い役者と男女の関係を結んでは幕府の護憲に関わります。ましてや大奥の内情など機密事項を漏らしているのではないかという疑いでした。当時将軍の政治上や大奥の内情は禁断のゴシップでした。外に情報を漏らすことは決して許されません。そこで江島は厳しい尋問に遭いますが、江島は決して屈せず断固として男女の関係を否定しました。一方で江島を接待した御用商人と生島慎五郎ら芝居関係者には容赦ない拷問が加えられたといいます。誰が自白したかは定かではありませんが、調べの結果江島と生島慎五郎は流罪に処されることが決まりました。幕閣からは死罪が妥当という意見もありましたが、月光院からの除名嘆願書が届き流罪にとどまったようです。この事件によって山村座は廃絶し、江戸時代以降の歌舞伎座は中村、市村、森田の三座となりました。そして江島は信濃の譜代高遠藩に幽閉、生島慎五郎は三宅島の遠島となりました。そして最も罪が重かったのは江島の義兄の白井平右衛門で死罪でした。監督不行き連帯責任ということですが、あまりにも重い罪です。
おそらく誰かを極刑に処さなければ示しがつかないという判断があったと考えられます。一説にはこの事件の関係者1500人が処罰されたといいます。密通は冤罪だったのか。江島生島事件は実はその後が重要でした。江島と生島慎吾郎の密通は何も証拠がないにもかかわらず男女関係があったという噂が半ば真実として定着してしまったのです。江島は自白していません。厳しい尋問にあっても決して屈さず断固として否定し続けました。また生島慎吾郎は拷問によって自白を強要された可能性が捨てきれません。死罪となった白井平右衛門に至っては全くの巻き添えでしたが、幕府の命であれば死罪も受け入れざるを得ないのが御家人の身分だったのです。真相は不明のまま男女のスキャンダルだけが独り歩きし、さらに関係者が重い処分を受けたことによって密通は事実と認定されてしまいました。冤罪だったとすれば、江島や生島慎吾郎らが罪を着せられたのはなぜだったのでしょうか。それは以前将軍妻ルーティーンでご紹介した正室と側室との対立、幕閣の権力闘争が背景にあったという説があります。七代将軍家継の聖母として権勢を誇っていた月光院と、後継者を埋めなかった正室の天英院、それぞれと関係が深い幕閣同士は熾烈な権力闘争を繰り広げていました。六代将軍家宣の時代、実質的に幕政を動かしていたのは蘇我用人の真鍋秋房と儒学者の新井白石でした。家宣亡き後、側室である月光院と幼くして七代将軍となった家継を貢献して権力を維持しようとした二人を正室の天英院側が快く思うはずはありません。そんな時、月光院付きの奥女中が門限破りという失態を犯したものですから利用しない手はありません。側室の月光院派を追い落とすために騒ぎを大きくし、最終的に密通に仕立て上げたのではないかと最近では言われています。事実この事件後には月光院、真鍋、新井の権勢は衰えます。また同時に七代将軍家継が病弱で数えで8歳の時に亡くなってしまったことから、正室の天英院が推す紀州藩主徳川吉宗を8代将軍に擁立する動きが出てきます。この時に真鍋秋房や新井白石らが権力を維持したままだったら、将軍吉宗の実現は困難だったかもしれません。江島生島事件の黒幕。江島と生島の密通容疑のスキャンダルは月光院側にとってかなり致命的と言えるものでした。しかしこうしたスキャンダルを捏造して政敵の追い落としを行うことは現在でもよく行われています。ではこの江島生島事件の黒幕は一体誰だったのでしょうか。当時幕政は真鍋秋房や新井白石が握る中、旧勢力の反発が強まっていました。つまり真の黒幕は土屋正直、井上政峰らを中心とした反真鍋勢力による可能性が高いと考えられます。土屋正直は四代将軍家綱の時代から老中を務める重鎮で、真鍋のような側近による政治指導に懐疑的な立場でした。また井上政峰も真鍋秋房、新井白石と日頃から険悪な関係だったようです。当時世間では忠臣蔵という歌舞伎の演目が大流行しているのと同時に、芝居がエスカレートの一途をたどり江戸の風紀が乱れる一因ともなっていました。これを正したかった江戸町奉行たちが真鍋の権威失墜を目論む土屋正直たちと結託し、一連の騒動を画策したのではないかと考えられています。江島のその後。では幽閉された江島はその後どうなったのでしょうか。江島が幽閉された高遠藩は現在の長野県伊那市です。高遠城址公園の隣にある伊那市立高遠町歴史博物館の敷地には江島を閉じ込めたとされる囲み屋敷が復元公開されています。格子戸ははめ殺しと言われる作りで、壁などに直接はめ込まれているので開閉することはできません。小さな建物で、もちろん外には自由に出ることはできず、座敷牢を思わせるものです。長野県ですから、冬場はとても寒かったのではないでしょうか。詰め所には万人が配置され、外部と接することは一切許されなかったといいます。江島は33歳の時に流され、ここで二十数年間、朝夕著る一切の食事で、魚類はほとんど取らず、着るものは木綿のみという中で、主に独居して過ごし、61歳で亡くなるまで幽閉されました。亡くなるまでの間、多くの話は一切しなかったと伝えられています。ということで今回は、大奥の大スキャンダルと言われる江島生島事件についてご紹介しました。大奥は女の園です。たまには外で羽目を外したいという気持ちもわかります。しかし、少しの気の緩みから生じた失敗により、政治の陰謀に利用され、江島は晩年を大奥とはかけ離れた
最低限の衣食住が確保されただけの不便な生活を強いられることになってしまったのです。多くのルールは将軍でさえも厳守しなければならない、とても厳しいものだったのです。このチャンネルでは教科書には載っていない歴史についてわかりやすくご紹介しています。少しでも面白いなと思っていただけましたら励みになりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録、コメント欄で応援いただけると嬉しいです。それではこの辺で、次回のなでしこの歴史の時間でお会いしましょう。